でもあの頃は昭和の時代っていうのは、うん、アイドルが英語を話すと生意気だって言われてた時代なんですよ。でそれこそベスト10とかで、うん、徹子さんがあなた英語話せないんでしょ、ちょっとなんか一言言ってみてって言われて、うん、で英語でちょっと話すと、うん、もう次の日事務所にすごいこう電話が、なんでクレームの電話が、どういうクレームなんだ。だから戦後だから、戦後だから、戦後だから、戦後じゃないよ。あ、それはないね。面白い時代ですよね。ねそのもう数年後にはもう帰国子女だなんだ、もう英語今戻りだらけだもんな。ねえ、そうですよね。なって、アイドルっていうことをやっぱちょっとまあそういうふうにこう見てたっていう 人たちもいたのかもしれない。アイドルのくせにみたいなことを言うね。そうかもしれない。なんかだから悔しいんじゃない、できない。綺麗で可愛くてモテて歌が上手くてね、それなのに英語ペラペラ、冗談じゃないって、多分そういうあの卑屈な人ですよね。アイドルはバカだっていう、バカじゃないとダメ。そうなんだ、そういう決めつけがあったよね。そうだ、決めつけ。まあトシちゃんが悪い。トシちゃん。英語使わねえ、喋らないって。それがアイドルだと思った人がね。違うって思う。トシちゃんかっこよかった。今のトシちゃん見てどうですか。今のトシちゃんもまあ変わんないから、まあやっぱり面白いですよね。